胸キュン。それは心に咲く甘い痛み。その神秘を紐解くべく、ガラケー時代から伝わる大人の読み物アプリ、百シーンの恋プラスをバイブルとする秘密の研究機関があるという。中澤正人、佐藤拓也の胸キュンラブ from 百シーンの恋プラス。サポーターの皆さん、こんばんよ。胸キュンラボ研究員の中澤正智です。同じく研究員の佐藤拓也です。こんばんよ。いや、もうすぐ1年だね。あ、そうです ね1年経っちゃうね。経ちますね。いろいろやってきたね。そうですね。で、なんかなんとなくだけど、こう勉強になったとか新しいものを得たっていうよりか、自分の中の枠が広がったっていう、ね、素晴らしい、感じがするなと思って、で、まあ、じゃあこれから先どうなるかっていう話なんだけど、2022年、今年はリニューアルを見据えたアクションをね、起こしていきたいと。ついにパーソナリティ交代。2022年、リニューアルってそういうこと？改変期。怖い。ないって。大丈夫だって。おっしゃってくださった。大丈夫でした。ね、ありがとうございます。精一杯今年も頑張ります。2022年。はい。つうわけで、はい、まあ、リニューアルを見据えたということで、はいはいはい、今夜はね、サポーターズミーティングをちょっと多めにやっていこう。てかそれを主にやっていこうということで、はいはいはい、まあ、今回はね、ラボのこれからということで、はいはいはい、ラボさんの皆さんのメールをもとにね、ちょっと意見交換していこうじゃないかというふうに回になっております。というわけで、胸キュンラボ開講のお時間です。中澤正人、佐藤拓也の胸キュンラボ from 百シーンの恋プラス。サポーターズミーティング。さあ、胸キュンラボで今後どんな研究テーマを取り上げていくか、サポーターの皆さんにご意見を募集したところ、はい、たくさんの研究テーマ案が届きました。ありがとうございます。というわけでご紹介していきたいと思います、はい、ラボサネームアリセさんです。ありがとうございま す。中澤さん、佐藤さん、こんばんよ。こんばんよ。研究してほしいテーマ、いっぱいあります、ありすぎるのでいつにまとめちゃいますね。お、まず切らずにキュンしそうなテーマ、遠距離恋愛、初恋、再会、いろんな意味でドキドキしそうな方言、頭ポンポン、ずるい大人、あざとい年下、それから元彼、すれ違って別れたけど実はお互いまだ好きでみたいな、経験したことある人意外といそうということで、他にもですね、あとは、遊園地、テーマパーク、ドライブ、待ち合わせとかデートに関するテーマ、胸キュンなシーンってほんといっぱいありますよね。番組が始まった頃にやったテーマでも研究レベルが上がった今、掘り下げてみたらまた全然違うのかなとも思ったりと。面白いな。毎週笑いと胸キュンをくれる、笑いなのか、胸キュンをくれる研究員のお二人と、チキン研究員と東堂研究員、いつもありがとうございます。ラボ開設1周年に向けてますますボルテージ上がりますね。あ、上手。お、美味しいことにしちゃって上手。ありがとうございます。ありがとうございます。10ポイント。遠距離恋愛、初恋、再会。なるほど。遠距離恋愛ってでも確かにあんまりこの作品では取り扱ってない。そうかもね。再会はね、再会そうね、ありますし、あとは方言。方言ね。方言でもあんまりいない。方言男子全面にってことはないですよね、あんまり ね。関西弁とかはあるだろうけど、大きく京都言葉とかもね、ありますけども、あとは場所とかです ね。デートシチュエーション、なるほど、いろいろありますね、やっぱり、こういうのはやっぱり聞いてみると広がるもんだね。そうだね、これ取り入れていきたいと思いますね。この前のテーマをもう一回っていうのはちょっと面白いかもしれないね。そうですね、結果聞き返したら同じだったりとか ね趣味思考変わってねえな、言ってること変わってねえな、ブレねえなみたいなね。なるほど、ありがとうございます。続きましてはラボサネームときめきの導火線さんからいただきました。ありがとうございます。普段何気なく生活してる中、ふと胸キュンしちゃう瞬間ってありませんか？はいはいはい。前を歩いていた男性がさりげなくドアを開けて待っていてくれたり、受け取ったコーヒーカップにマジックで一言添えてあったり、電車の中で赤ちゃんと目が合って見つめ合ったり、帰り道の夕焼けが綺麗だったり、日常に溶け込むキュンを研究してほしいです。
お二人のもしくはラボサの皆さんの最近あった日常胸キュンエピソードもお聞きしてみたいですという。なるほど、うん、日常生活のキュン、日常ね、日常のキュン、うん、でも結構いろんなところで出会いそうなもので、うん、コーヒーショップとかの店員さんがのちょっとしたミスで薬とかしたりね。あ、人の失敗見て笑ってんだ。違う、言い方違う違う、ちょっと可愛いなって思う。意地悪いな君は。今のは俺の方が悪いやつだって自覚、自覚を持って言ったよ。ね、そういうちょっとしたね、あの軽いいじりとかいじめとかねしたりとかね、うん、今のは俺がいじめられた、ごめんごめん。ね、ある、いろいろあるよね。うん、あのね、キュンなのかどうなのか、スーツとかさ、うん、作りに行った時に、はいはいはい、こう大体その吊るしでさ、な、大体このぐらいのサイズなんですよねってこう着た時に、うん、じゃあちょっとあの袖のサイズ見ていきますねっつって、この袖の雪丈をこう折られた時、うん、はいはい、すごくドキドキします。え、わかるんですか？こうね、うん、だからちょっと、まあ、軽いオーダーっていうかさ、自分のねサイズに合わせてもらう時に、竹を見てもらう時に、うん、あのスラックスとかズボンの裾上げじゃなくて、はいはいはい、この袖、袖ね、腕周りの袖をこう、うん、キュッてこうめくられる時にちょっとドキドキします私。それはめくられる時に、それは新しい癖ですね。な、そう思います。ちょっとあんまり出会ったことない。今ふとどういう時、あっと思って、すごい、この前そのジャケットをね作りに行った時に、うんうん、このキュッてされた時に、おお。いや、自分で自分で袖ぐらいまくれますよって思っちゃって。ああ、はい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 。そのしていただくというか、そう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 、うん、お仕事なんですけど、うんうん、当然 ね、向こうも自分の目で見た方が大体これぐらいかなで分かるんだけれども、うんうん、ちょっとねドキッとする、ドキッとしましたね。おお、手首俺のなんかなんか、ああ、なんかキュッて。へえ、そう、なんかズボンとかあのね、あの竹詰めたりとかのままあるんですけど、うん、そういう時はね別にねならないんですよ。なんだ、普通だからなのかな。袖ってなんだろうね。袖ってね、なんか ね、やっぱ慣れないのかもしれないけどね。うん、っていうことありますね。はい、はい、じゃあ次のお便り行ってみましょう、ね。はいはい、ラボサネームクミコさんです。ありがとうございます。長澤研究員、佐藤研究員、スタッフの皆様こんばんよ。こんばんよ。毎回楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。募集中のお題に研究してほしいテーマがあったので、もしよろしければ甘える&甘えられることについて研究していただけると嬉しいです。具体的には下記3点について、だいぶな細かいな、すごい男性目線でのご意見や考え方を伺ってみたいです。どういう、お二人個人としての回答も気になります。1、甘えるのと甘えられるのどちらが好き、もしくは得意ですか。うん、2、女性からどういうふうに甘えられたら嬉しいものですか。3、甘えるとわがままの境界線はどこですか。甘えベタなので個人的には2についてとても気になります。よろしくお願いします。ほう、甘えるのと甘えられるのどちらが好きですか。甘えるの苦手なんだよな。あ、前にもそういうの言ってたよね。うん、だから甘えられた方が頼る頼らないの話、対処の仕様があるなって感じ。はい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 。あ、それはでも確かに僕もわかんな、うん、言えないんだよね、頼ったり甘えたり。コーヒー買ってきてって。コーヒー買ってきて。あ、わかりました。わかりました。じゃマネージャーさんに頼むのも俺さ、なんかちょっと恥ずかしくって、うん、恥ずかしいのと申し訳ないのと、うん、いちいち外出なきゃいけないじゃない。うん、頼めなくてね、俺もなんか、はいはいはい、なんか買ってきましょうか。出させたりとかね。っつって、そっから先もずっと俺缶コーヒーを自分で買うようにして朝。なんかついでに買ってくるよっていうのもまあまあパターンとしてあるんだけど、うん、そういう時も。大体そうだね。そう、うん、我慢する。なんかそっちやね、甘えちゃう。なんか俺ダメなんだよね。うん、っていうことで1ですね。なるほど。2、女性からどういうふうに甘えられたら嬉しいものですか。どうですかね。バッグ買ってーって。そんなやつおるか。おるんかな。仮に甘えられたとしてだ。うん、そうね。やだなボストンバッグかなみたいな。ボストンバッグ、そうね。うん、ちょっと、あの子ね、猫のあのバッグだとかだったら買っていいよとか、ね、ちょっと可愛いやつとかね。甘い女性から甘えられるってな。うん、どうだろうな。どういうふうに甘えられたら嬉しいんだろう。どうなんだろうな。うん、充電器貸してとかかな。嬉しい嬉しい。佐藤さん、すいません、ちょっと
こライトニングないですかみたいな、あるよみたいな、うんうん、ありがとうございます、すごい助かりますぐらいなら、なるほどね、それで嬉しいぐらいなら全然まあまあ全然何の話だ、甘えられて嬉しいのかどこまで、なんか甘えられるのも苦手な方、甘えられるシチュエーションってあまりなくないかなと思って、あペン貸してとかならね、まだこういう現場でならあると思うけれどもね、うん、コーヒー買ってきてって、ね、言われてさコーヒー大好きじゃん我らあそうだから自分がその頼み事するのと相手から頼まれることと、うん、どっちの方が気が楽か、あ頼まれる方が全然楽、うん、そうか、うん、そうね、どっちだろう、コーヒーだからさっきの話じゃないけど、コーヒー買ってきてもらっていいっていうのと、うん、コーヒー買ってきてって言われるのと、うん、全然買いに行きますけど、ああ私は、えショット追加しますか、シロップは手厚いノンファット、低脂肪、オーツ、アーモンド、逆に面倒くさいよいやもうなんかだコーヒーだったら何でもいいからいいですか、うん、なりそうカスタマイズはいらないですか、うん、甘えられなくなるあいつに頼むといろいろ聞いてきてめんどくさいんだよなあのホットホットホットでみたいなブラックブラックブラックホットのトールねそうあれだよね佐藤に頼むとあいつうるさいな僕ね結構ね違うやつ買ってくるパターンみたいな、どういうこと、だからなんか頼まれて、うん、あのまあ例えばね、うん、カフェオレっていう、カフェオレ、うん、ね、うん、微妙に違うカフェラテこれカフェラテえカフェオレとさカフェラテってどう違うのあれ、ベースを何にしてるか、要はコーヒーかエスプレッソかってこと、うん、そう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 、そう、ね、ミルクベースかエスプレッソベースか、エスプレッソベースか、うん、あカフェじゃあはいカフェオレ俺はミルクベースだったっけな、でもコーヒーと牛乳でしょ、うん、じゃあいいじゃんってなるんだよね、うん、だから気にしない人は気にしないんだよね、そうだね、うん、甘えるとわがままの境界線、いやわがまま言ったらいいさ、あなるほどね、うん、まあそれをわがままと捉えるかどうかもうなんだろう、いやでもそれは女性の特権じゃん、うん、変な話、そうね、うん、そういうわがまま言えるのは女性の特権だよ、てかなんかやっぱ相手との関係性の特権って言ったらいいのかな、そうだね、うん、だからそれぐらいさもう言ってもいいやって思ってくれてるってわけじゃん、うん、それはいいんじゃないですか、そうね、うん、はい、いいね、面白い3通読んだけどいろんな切り口があるね、良いです良いです、研究しがいありますね、うんうん、というわけでこういう話今日していくから、はいはい、というわけで前半は、ここで時間切れとございます、はいはいはい、続きは会員限定パートでお送りしますのでお楽しみに、お楽しみに、以上サポーターズミーティング前編でした、中澤雅人も佐藤拓也のブレキンラボフロム100シーンの恋プラス、ここで100シーンの恋プラスのお知らせです。ニュースその1、100シーンの恋プラスでは1月恋人は公安刑事東雲歩むシーズン3に前編後編、マスカレードキス危険な駆け引きボスシーズン3本編、あの夜から君に恋してた木島敏明あの夜からずっと君に恋してるなど注目ストーリーが目白押しですので、ぜひチェックしてみてください。詳細は100シーンの恋プラスアプリ内にてご確認ください。ニュースその2、100シーンの恋プラスアプリ内では一宮英介結婚記念大感謝祭イタキス祭りを開催中です。一宮英介ババ水成スイートチャペルでいたずらなキス編前編後編、全9キャラクターのチャットノベルの配信など企画盛りだくさんでお届けいたします。詳細は100シーンの恋プラスアプリ内でご確認ください。ニュースその3、100シーンの恋プラスアプリ内では VIP ルームイベントラブトラブル愛の福袋を1月22日土曜日まで開催中です。全45本の新作ストーリーでお届けします。イエスノー枕特製ドリンク寒さも吹き飛ぶ胸キュン 100% ストーリーをお楽しみください。詳細は100シーンの恋プラスアプリ内でご確認ください。以上100恋ニュースのコーナーでした。
さあお送りしてまいりました胸キュンラボ、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。投稿は胸キュンアンダーバーラボアットマークボルテージ .co.jp 宛てに送信ください。さらに胸キュンラボチャンネル会員になりますと番組アーカイブをお楽しみいただけるほか、会員限定の研究レポートや100個ショートドラマをお聞きいただけます。今夜のドラマはおかえり僕の好きな人をお届けいたします。どうぞお楽しみに。ということで今夜の一般配信はここまで。お届けは中澤雅智と佐藤拓也でした。今週も100恋プラスで胸キュンな週末をお過ごしください。